あ、どうも社長。お世話になります。ちょっと頑張ってるのがこのマルチャーと切り株。まあ来年はまあ少しあの肉切り買ったこっちの方がまあちょっと頑張って日本全国売っていこうかなと思ってるんで。あの商品名は切り株カッターでいいんですか？まあ一応社内では切り株カッターとか切り株クラッシャーとか猫切りカッターとかあるんですけど、まあ、正式な切り株クラッシャーっていう名前でちょっと行こうかなと思ってるんです。切り株クラッシャーですか？クラッシャー。社内でもなんか猫切りカッターっていう人もいるし、まあ、いろんな名前があるんですけど、まあ少しが切り株クラッシャーっていう名前でちょっと行こうかなとちょっと思ってます。こちらはあれですか、はい、あのレンタルですか？そう、あのレンタル販売、まあもちろんもともとマルチャーもね、あの認知度が低くて、まあ2年ぐらい経って、まあ、YouTube とかね、あのインスタとか設けていろいろどんどんね認知度を上げて、そしたらまあやっぱり効率とかいろいろなんかみんなにね認めてもらって、もうやっと今どんどん売れている状態なんですけど、まあ同じ店で、まあ、この切り株クラッシャーもねかなりいいものなんで、少しなんかまだ知らない人がたくさんいるんですよ。でそれで、デモの機会とかも展示会の機会とかもどんどん増やしながら、あとやっぱり SNS での力もちょっと借りて、もう来年はまあどうで台数が、レンタルと販売両方も出していこうかなと思ってるんですよ。来年のちょっとうちの一つの目標になっています。目玉商品がこちらですね。そうですね。もちろんマルチャとか、マルチャのメーカーが最近出してるそのFAEのマジコンマルチャ、もうそれももちろん来年ちょっと頑張っていくんですけど、まあ、これがもう日本の新商品なんで少しちょっと頑張りたいなと思ってます。今日は暑いです。蒸してますね。蒸してます。雲は少ない、あ、多くてよかったですけど、昨日はねずっと太陽がねちょっと暑かったけど、今日の方がちょっと蒸ししてて、まあでも今日土曜日でなんかいっぱいお客さん来るんじゃないかなと思って。こちらがマルチャですね。そう、こちらマルチャです。あのマルチャってちなみにもう何年かお付き合いさせていただいて撮影させていただいてるんですけど、はいはい、新たに何かこう変化してきてるものってあるんですか？そうですね、あのマルチャも多分モデルチェンジが多分どんどん行っていて、最近多分そうなんですか？そうですね、あのソニックっていうなんか機能がくっついてきて、まあ多分ソニック、そうですね、多分あのうちの島根の方がまあもっと詳しいんですけども、なんかそれによってなんかこうそのまあ機の硬さとかに合わせてなんか中のモーターが自動的になんか調整が行われる、コンピューターとか自動調整とかになるなんかシステムらしくて、まあ島根の方がもっと詳しいテクニカルの話してるから、まあそれがまあこれからまあ売りで、ちょっと他のメーカーさんがそういうのって持ってないから、まあ世界初って多分その FA さんがちょっと開発したものなんですよ。それでちょっとやっていたり、もちろんこれからFA さんもまあ今までやっぱりコロナでやっぱりあんまり、ね、そのイタリア の, その技術者とあんまりやり取りできなかったんですけれども、まあ、最近結構こう日本にそこの営業の方含め、まあそういう開発の人たちもいろいろ来てるんで、まあ、日本に合わせてなんかちょっといろんなことがちょっとやっていこうっていう話にもなってきてるんです。でやっぱりこう物がもっとちっちゃく、まあ、よくなんかミニショベルにつけれるマルチャーがないかとかいろんな話が多分日本だからそういう出ていることもあって、あと草刈りとかもね、海外だと今回結構ラジコンで結構大きめなやつが作って、まあ、うちももう数台売れたんですけれども、これからね、まあ、もっとちっちゃくしてなんか日本に合わせてやっていこうとか、例えば日本で太陽光 の, ソーラーパネルの下刈り、下の草刈りやるようになんかちょっとなんかいろんなことを考えたいっていうんですよ。そうですね、まあ、これからはまあ来年再来年になるといろんな商品が日本に合わせてもっとなんかマッチングした商品が出せるんじゃないかなとちょっと期待しているんですよ。ありがとうございます。さっき社長がおっしゃってたんですけど、マルチャーの新しい改良点でなんか
回転数がどうのこうのって言ってましたけど、変わったんですか最近。4号と7クラスのマルチャーで中にコンピューター搭載のモデルが出て、まあ、これに乗ってないから最近ですか。去年からですね。去年の後期型から。なのであの FA が開発したコンピューターと、まあ、センサー、センサーはあのドイツ製のモーターのメーカーのセンサーだ。それで圧力と回転数をあのコンピューターが認識して、で勝手に作業中にも負荷がかかってローターが止まりそうな時に逆にモーターの車盤の角度を変えて、でトルクを上げて持ち直すとか、まあ、簡単に言うと CVT みたいなシステムが入ってるんで、今のところ457だけ。その前まではなかったんですか。それはその前まではないですね。おそらくマルチャーでそのソニックシステムっていうかコンピューター制御入ってるのって FAE が初めてだと思うんですよ。センサーとコンピューターとあの調整のスクリュー、それをあの運転席から電気供給で全部認識して、でコンピューターが勝手に調整する。FAE のアプリがある。あ、マルチャーの。ソニック搭載だとあのマルチャーとスマホが連動して、で回転数だったりとか、あと エラーとかこの辺全部見られるようになる。実際使うと便利なんですかそれ。あ、まあ便利ですよ。あの圧力実際に油圧ショベルから本当に規定の圧力が来てるかとか、あとマルチャーの回転数が今いくつかとか、今まで、まあ、手で測ってたものがこのアプリで全部見られるんで、セッティングの時とか作業効率は上がりますね。あとは故障の時もあの全部センサー系でここのエラーが出てますって出てくるんで、お客さんにも、まあ、これを使ってもらったお客さんにはこのアプリ入れさせて、でなんか故障したっぽいって言ったらあのこのアプリの何ページ目をスクリーンショットして送ってくれって、送ってもらえればあの大体じゃあそこから例えばお客さんが北海道にいてもこの蓋開けてここから何番目 のホース見てくださいとか、そういうやり方ができるんで進化してんですね。おかげさまで。